は絶対に言わないようにと言われたんですね、その時に、はい、でそれはその放送関係者だけではなくそこの別の参加者にも言われたんですが、うん、必ず自衛隊が今防衛省防衛庁から防衛省に今格上げするため の政府の手続きをしている最中で、うん、そのために今回の戦争が利用されるであろうはずなのに、そこで今抑止力がないと言ってしまったら自衛隊まで敵に回すから日本の身の安全も保障できないと言われて、その時私はちょっと待ってください、抑止力がないということを言ったんですか？抑止力がないというのはどういう意味で言ったんですか？アメリカは日本に駐留してし続けることで、うん、アメリカの核の傘の下で日本は抑止力を利用してもらってるか利用させてもらってるから非核三原則を堅持できるから自国で核を持たなくていいと、我々も平和運動をしてきてそう信じてるわけですよね、はいはい、でだけれどもその700以上ある駐留しているその基地というのは実はまだ減っていないどころか、自衛隊が実質上はもうアメリカ軍の傘下で地元のコマンドの中で動いているから、アメリカがすることがイコール日本の防衛隊なので、防衛政策なので、日本の自衛隊に独立したアメリカなしの戦略はないと。で、アメリカが抑止力だとか、アメリカが駐留することや核の傘にいることが抑止力だって言うけれども、この 9.11 の事件を見てみるとね、政府の公式発表説はすでにその時は、報告書が出るのはまだ後の話ですけど、その時すでに公式な見解というのはいくつも主にチェニーさんから記者会見で出てるんですね。でその公式なのを信じると、何箇所もテロにあってハイジャックにあったのに、コミュニケーションミスが重なってスクランブルが遅れた、スクランブル発進ができなかった、だからペンタゴンまで狙われたけど攻撃されるまで知らなかったって言いながら、チェイニーさんはそのペンタゴンにいたわけで、ということはアメリカはそんなにもし政府発表のように大ボケだったら、この日本も同じようにどこかからいろいろなものが飛んできたりハイジャックされたりしても、アメリカはコミュニケーションミスで日本を守れなかったっていうことの以上ってことね、調査もうそのひな形ができてるじゃないか。でもしその間抜けで自国を守れなかった、自国の空も守れなかったなら、日本の制空権を持っているその日本の空でさえもアメリカは守ってくれるのだろうかという疑問を呈したわけです。あるいはその守る意図があるかどうかも疑問だけど、それ以上に仮に意図があっても守る能力ないかもしれない。そうって言っちゃったの、言ってしまった、はい、それで、はい、もう一つその政府のこう、公式な見解が間違いでね、仮にやっぱりテロであってそれを守りきれずに、あるいはそれを知っていたのに意図的にパールハーバーのように見逃して起きることを許したという、もう一つの巷にすでにそういう説はありましたから、仮にそうだとするならばなおのこと日本をね守れないではないか。なぜならどこかの国の陰謀とか何かの策略があると知ってても、日本を攻撃させて日本が非常に大きな被害を受けることで、日本がよりアメリカに頼るとか、日本がその仮想敵国に自衛隊を増強して戦争できる国にしちゃうために攻撃を許すかもしれない雛形ができたわけだから、どっちに転んでもどっちに転んでもアメリカ軍は日本を守らない雛形の例を、作為的であっても不作為であっても同じようなことが起きるし、その結果生まれるものが非常に攻撃的な日本だけど、その攻撃的な日本というのは実はアメリカの思惑通りの日本でもあるという、そういう非常にロジカルに突き詰めるとそうですよね。それをまあお話した、そこがすごく日本、そこが大事なんですけど、日本のメディア関係者はそれをすごく恐れてあなたに忠告したんですね。自衛隊はこれは怒らせるよって言われました、だからアメリカの身柄も危ないけれど、日本にいても日本の身柄もちょっと危ないんじゃないか、だからよした方がいいんじゃないかと言われたので、私は怖くなって、その時とその前後にいくつかした似たような講演の、書き起こしたものを父に見せて、でそしたら父が震えて、読んでるその原稿の手が震えて、もう涙浮かべて、
日本の人たちはね、うん、ある程度の知識階層や勉強した人や戦争体験者なら、うん、こんなことをみんな百も承知だ。知ってるけれどアメリカさんが怖くて、うん、戦後どれだけアメリカさんにやられてきたかを知ってるから、うん、怖くて口にできないでいるのに、うんうん、お前はその怖さを知らずにここまで行ったなら、うん、もう何が起きてもおかしくないからお父さんはもう助けられないところに行ってしまったって言ってね、うん、父があまりにも怖がるのを見た時に、うん、戦争を知ってる人は私以上にどういう圧力が来るか、憲兵に追われる怖さとか、うん、アメリカの代理人として日本のその憲兵が日本人を抑圧するという可能性をほのめかしたことで、私は真剣にその父も巻き込んでしまったことや自分の身に何かこれから起きる可能性を感じたので、もう一切言論活動もやめて、で講演もその後引き受けずに、翌年からはもうビジネスやその危機管理の勉強をして、コーディネーターや通訳やそういったものに特化することで、この問題には一切口をつむ。でもインターネットその他で勉強は密かにずっと続けてましたが、言論活動はやめましたし、ジャーナリストと名乗ることもやめましたし、執筆も一切やめました。なるほど、なるほど。そうすると、そのお父さんの忠告、そしてそれに先立つ、プロのね、メディア関係者の忠告というのがあるまでは、本当に自分の身に自分がこう思ったこと、見たことを正直に、発言すると何が起こるかということは全く予想してなかったわけですね。なるほど。お父さんは何年生まれの方ですか？昭和4年生まれです。昭和4年生まれ、はい、戦中派。そうですね、で戦争には出征されてないですね。出征はしてません、うんうん、けど祖母から具体的に横浜事件のこととか、うんうん、憲兵がどれくらい言論弾圧の横浜事件ですね、はい、は聞かされてましたので、うん、まあ、戦前のその大本営発表とか、うん、戦争の時の話は父や祖母からよく聞いてました。うん、なるほど。それで、まあ、無難なビジネスに戻ろうと、はい、ね、でどっちかというと、なんだろう、ファッショナブルなお仕事をおやりになってて、でしばらく平穏な日々があった。それが変わったのはいつ頃ですか？